足元からマーフィーがコートに入っています。ダブルチームに行った。コフィンコーナーに追い込んだ。そこに追い込んだところサントンシット、ワンハンドダンク。秋田ナイスディフェンスですね。切って中山、もう一度エクストラバックからキット、スリーポイントを決めていきました。ハンターが抑えました。ディフェンスリバウンド、バウンドパス、そしてスタントンキットかわしてうまいレイバックシュート。古川ボールを回収。さあ時間が35秒しかない。スタントンキット、キットはどうする。バンクショット決めました。71対69。ディフェンスをするキット、スタントンキット、低い姿勢でドリブルして、ドリブルチェンジしてスリーポイント決まった。ここはお見事、スリーポイント。時間をここも使ってきます。キット、まあ、もうスイッチするしかないですけど、ダブルスキットのマッチアップに変わる。足が止まってうまい、これを決めてきます。これだけ30秒です。ザックキットに手渡し、キットがボールをついてファウルもらいました。バスケットカウント、再びキット、ボールをついてミッシュと、その前にファウルがありました。決まった、バスケットカウント。そして古川、ショットクロックがなくなってきた。キットの3、大きいですね。来ました、外してのシュート成功です。さあリング下に送ったキットが抜けてきた、バランスキーが行く、バスケットカウント。キットへ、キットを外から4点プレーです。ビッグローファール、残り8秒、キットのスリーポイント入った。いや沈めてきましたね、キット選手。ここファジーカス選手としては守りづらかったと思いますね。ファジーカスも最後はパールを取れて手を引きました。解説の高橋健一さん、今日もファジーカスには中山が、これはターンオーバーになりますか。あらー、キットが奪ってダンク。キットが行きました。差が詰まった、差が詰まった、ワンポゼッションの差です。川島向こうコーナーに走ってキット、キットは中を選んだ、笛も鳴った、エンドワン。キットは2ポイントを選びました。秋田は時間も使いながら得点を取っていきたいところです。キット、3ポイントシュート、大事なところです。サントンキット、ザック、もう一度古川です。今度は中へ進入、ノールックパスからキット入った。バスケットカウント、エンドワン。このシーン、この前の部分で秋田が今シーズン対応しているあの古川選手がキット選手にフレアスクリーン、バックスクリーンですね、はい、ディフェンスの背後からかけるようなスクリーンプレーからの、川島が運びます。スターターのメンバーに戻している秋田です。キット、古川、中山、そしてザックです。キットに入れる、いいですね、バスケットバウンス。古川からザック、バウンスパス、見事にスタントンキットが最後は沈めています。もうね、フレア作る。ここでは川島、中山に入れます。ここでキットに入れた。先ほどはターンオーバーがありました。古川ボールこぼしている。キット3本目。仙台ここまでの得点すべてバーレルです。初得点。そして今度はキットがやり返します。キットがやり返しました。トップでザック、ここでまた古川中へ、手前のキットできました。キットポストアップから、おお決めたー、エンドワン。やっぱり中山選手がボール出所になってるんで、はい、もらってすぐキット、すごい、スリーだ。タイムアウトでしょ。これで2点差、あと 12.3 秒。ザックのスクリーンを使ってキックアウトしました。そしてキット、おお難しいステップ踏んでいきながら決めていきました。残り間もなく30秒、スタートキッ、スリーポイント。キット選手も素晴らしいですね、ちょっと足元に入ってきてしまいましたが、非常に競った時間帯、重要な場面でああいったシュートの動きを見せるとディフェンスは反応しますよね。キット、スリーが来た、5本目キット。
んだキット。いやしかし富樫もドリブルで見せました。場内沸きました。キットのスリー、来た。さあこれがスタントンキット、このゲームののろしとなるか。いいですね、これ京都はディフェンスを大村にもケアしなくてはいけない。あっとここで相手ボードを盗んだ。そして最後はキットだ。あー前に奪った、キット一つ秋田らしさが出ました。秋田の方は少しは動きも良くなってくるかもしれないですね、中山ヒット 1-1 エンドワンを誘う。ここは連続のジェレット3つフォツー1つポジションまだ秋田でもう一回再開カントンキッズ。ここはオープンになりました。やっときましたね。これがなんかスイッチになるんじゃないかもしれませんからね。長谷川なんとか残してキット。いやーよく決めましたね長谷川。ショート打ちましたよ。ちょっと見て体を入れて山口、ね、あと見つかった。おー狙ったスタンドキット。スリー見逃さないスタンドキット。